オランダ中部北ホラント州の基礎自治体。ヨーロッパ最大のコナベーションエリアであるランドスタットの一角を占めている。首都アムステルダムの南東 30km、ユトレヒトの北 20km に位置している。1920年代から続く、タンパラジオ局のラジオネーデルランドなどのラジオ局、テレビ局が集中しているため、メディアの街と呼ばれている。 ヒルフェルスムで発見された土器により、青銅器時代中期あるいは、紀元前800-1200年頃までこのエリアで続いていたとされる物質文化は、ヒルフェルスム文化と名付けられた。この戦士時代の文明の工芸品は、ブリテン島南部のウェセックス文化との類似性があり、ヒルフェルスムの最初の定住者は、ブリテン島南部よりやってきたことを示している可能性がある。 最初のレンガ作りの居住区は西暦900年頃に形成されたがヒルフェルスムーに関する最初の公式文書が発見されたのは1305年の書き物である。当時はナールデンの一地区であった。このエリアは中世において農業、牧用、羊毛産業で生計を立てていた。1424年3月21日、 町は公式に最初の独立自治状態となった。このことにより、新しい産業を発展させる上で、もはやナールデンの許可は必要なくなったため、町はさらに発展した。17世紀、オランダ全体が繁栄の時期に入り、町はさらに発展し、作られた運河により、アムステルダムとも運河を通して間接的につながることとなった。1725年。 1766年の大火により町のほとんどが壊滅し、古いタウンハウスの一部はや隣の教会は跡形もなくなった。町はこれらの経済的な後退を克服し、繊維産業は発展し続けた。19世紀に大規模な繊維やタペストリーの産業が今日起こった。1874年に開通したアムステルダムまでの鉄道がこれを後押しした。 この時より街は急速に発展し、アムステルダムへの通勤者も増え、周辺の森を切り開いて新しい大規模な住宅地を建設し、人々も徐々に街に定住し始めた。ありがとうございます。